夏休みの宿題と田口選手の金メダル。8月26日に開会しましたミュンヘンオリンピックも、早いもので5日目の夕方を迎えております。現地時間は夕方の6時半を回っております。さあ、いよいよ男子 100m 平泳ぎの決勝です。日本の田口は準決勝で準メダル13の好タイムを出しております。金メダルの期待がかかります。今この決勝に世界の強豪が8人揃いました。第1コースアメリカのチャットキール、第2コース同じくアメリカのブルース、第3コース西ドイツのフェス、そして第4コース日本の田口、第5コースアメリカのブンケ、第6コースブラジルのピオ、第7コースソ連のバンキン、第8コースイギリスのウィルキーであります。1回目のスタートがやり直しとなりました。しかし、田口、落ち着いております。身長173センチ。一番体の小さい田口ですが、カブトムシがいっぱいいるとこ、教えてくれるんだって。スタート台に上がります。今日の分、まだでしょ？宿題終わったの？終わったらいいわよ。カブトムシ、逃げちゃうよ。田口、今日の宿題いいスタートであります。横一線であります。ローマ字。第2コースアメリカのブルース。ママは学校で、ローマ字って習った。ほとんど差がありません。ないけど、わずかに、自分の名前くらいは書けるかな。第7コースパンキンが、ちょっと遅れております。うん、田口、頑張っています。日本語に、さあ先頭は誰か。見ましょう。先頭は、第5コースのアメリカの偏見か。それとも、第2コースアメリカのブルースか。アメリカのブルースが、今50をターンしました。ローマ字にして第2コース、アメリカのブルースは30秒66。日本の田口が、31秒38で折り返しています。さあ、先頭はアメリカのブルースか。自分の名前を、ローマ字で書いてみましょう。現在第3位。田口も出てまいりました。さあ、中間の25メートルを通過しました。田口が出てきました。田口が出てきました。田口頑張れ。先頭は田口。田口が先頭になりました。はい。田口頑張れ。田口頑張れ。あと15メートル。田口先頭。田口先頭。ゴールイン、ゴールイン、田口、勝ちました。あれ1分4秒94、ね、世界新記録。田口の、やりました。田口、世界新記録を出しました。田口、やりました。ほら、テレビ、1分4秒94、世界新記録。金メダルです。なんで、日本の田口、堂々の金メダルであります。電光掲示板に、日本水泳界に、16年ぶりの金メダルがやってまいりました。入らなかったんだわ。輝く電光掲示板をバックに、日本の田口、せっかく金メダル取ったのにね。大歓声に応えております。かわいそう。こっち向いて笑ってるから、田口選手、きっと、まだ気がついていないわね。気がつかないといいね。でも、テレビで大きく映されちゃってるわね。ローマ字じゃなくて、カタカナだったらよかったのにね。それじゃあ、外国の人、読めないしね。ほんとだね。